元リンゴ娘ジョナゴールド。シンガーとして女優として青森を牽引。ファッションやメイクなどジョナ流のかっこいい可愛い情報を発信します。ジョナゴールドです。さあ今日はクリスマスを盛り上げるフラワーアレンジメントに挑戦したいと思います。頑張ります。ジョナゴールドがやってきたのは青森市にある中村製菓店です。赤い花材でアレンジに挑戦です。今日フラワーアレンジメントを教えてくださるのは津島さんです。よろしくお願いします。見本を準備しましたので、はい、津島さんが作ったんですか。はい、そうですね。かわいい。はい、今日はこれに挑戦していただきます。葉っぱを全体に入れていただきます。なるほど。はい、そうすると花を入れた時に全体が綺麗に見えるので、意外に花よりもこっちが大事に。あ、そうなんだ。きますので、これ辺をちょっとだけ取って、ちょっと取って、こんぐらいでいいですか。いいです、いいです。全然いいです。根元取って、はい、で周りに、周りに刺す。こんな、あ、全然いいです。本当にこのオアシス、これオアシスって花刺すやつなんですけど、はい、これ隠れるぐらい真ん中に刺しちゃって、いいです、いいです。あ、本当に真ん中に刺しちゃった。ここも？うん、こんな、こう、こう、ここ？ここに穴開いてるじゃないですか。どこですか？ここら辺、こう、ポコポンって穴開いてるでしょ。はい、ここも行っていいんですか？いい、全然いいです。本当にお花刺すとこなくなりません？いやいやいや、いいんだ。大丈夫、いいんです。怖いよ。いいんですよ。え、これ、あ、大丈夫ですか？ね、大丈夫じゃなさそうに見えるんだけど、これが大事なんです。本当ですか？そう。でも結構この白大事じゃないですか。まあポイントにはなりますね。そうですよね、クリスマスなので。ここら辺に、ここら辺に。とりあえずさ、一回こう刺してみたらいい。とりあえず刺してみたらいい。そうそうそう、何回も刺し直せるんで。とりあえずじゃあ、フィーリング。フィーリングです。あ、いいっす。あ、折れたね。あ、折れた。これダメなやつ。ダメだね。一回脱ぎますか。あ、折れた。折れたね。折れた。ちなみに刺すときはできるだけ下を持って。あ、なるほど。ここからちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ刺していくと、はい、うまく刺さります。わかりました。ということで学びました。学びましたね。これを、これをちょっとずつ、そう、どうぞ。あ、なるほどね。こうやって刺していくんだね。うん、そうそう、こんな感じかな。あ、いいですね。リンゴ、リンゴ行きたいです。行きましょうか。アルプス乙女、はい、アルプス乙女、後ろの方に、はい、そうですか。はい、刺しちゃってもらいます。グッド。あ、もういい。このぐらい、うん、大丈夫だね。うわ、リンゴ飴じゃないですか。もうリンゴ飴です。でこれ刺してもらうんですけども、どこに刺そうかな。この辺に行きたい。うん、あ、おいしい。いいですね。おいしそう、かわいい。これで完成ということで。完成しました。はい。ジョナゴールド作。作。クリスマスアレンジ。クリスマスのフラワーアレンジメントです。完成。かわいい。かわいいですね。めちゃめちゃかわいい。でも初めて刺したんでしょ。はい。意外でしょ。本当ですか。うん。なんかこうやってできていくんだな。そうですね。面白いですね。面白かったですか。そう、いろんな素材もあってかわいい。はい。ありがとうございます。おかげで。はい。可愛いフラワーアレンジメントができました。